アタゴ型護衛艦、アタゴ型護衛艦、アタゴがタゴ衛艦は海上自衛隊が運用するミサイル護衛艦の艦級。ネームシップの建造単価は約一四百七十五億円であった。なお、アメリカ海軍の関連団体であるアメリカ海軍協会及びイギリスの j ン海軍連艦はミサイル駆逐艦国際戦略研究所の年報ミリタリーバランスでは ミサイル巡洋艦とし種別している。海上自衛隊は第1次防衛力整備計画期間中の天津風 35DDG によってターターシステムを搭載したミサイル護衛艦 DDG の整備に着手した。その後第3次防衛力整備計画より建造を開始した立ち風型 46DDG3 隻でシステムのデジタル化と 海軍戦術情報システム NTDS に準じた戦術情報処理装置の導入、そして53中京より建造を開始した旗風型 56DDG2 隻では CIC 能力の強化とともにプラットフォームのガスタービン化も達成するなど順次に性能強化を図っており、特に旗風型については在来型ミサイル護衛艦の頂点に 立つものと評されていた。またこれと並行して1981年頃からは新世代の防空武器システムであるイージスシステム AWS の導入が模索されており、これを搭載するイージス艦として、まず61.03中規模で混合型 63DDG4 隻が建造された。これにより既存のミサイル護衛艦と合わせて、 八艦発揮体制の四個護衛隊軍の所要であるミサイル護衛艦四隻体制を充足した。しかし2000年代においては老朽化に伴って立ち風型 46DDG が対応年数を迎える見込みとなっており、護衛隊軍の編成を維持するためにはさらに二隻のミサイル護衛艦を建造する必要があった。このことから十三中規模において搭載システムの更新や 航空運用能力の強化を図った7750トン型 DDG2 隻が建造されることになった。これが本型である。基本的には混合型 63DDG の性能向上型となっている。基本計画番号は百122。基本的には混合型を元にしてヘリコプター格納庫を設置し、 全長にして4メートル船体を延長することで、基準排水量にして450トン大型化した、設計となっている。アーレーバーク級ミサイル駆逐艦より大型化した、上部構造物、車両甲板線形と、5甲板両舷の、ミニオランダ坂様の造作も、混合型から踏襲されている。外見上での変更点は、ステルス艦下である、混合型で採用された、 傾斜線形は、ステルス性の面でも恩恵があったことから、本型では、当初から、ステルス性に配慮した設計が行われた。例えばマストは、混合型では頑丈だが、レーダー反射断面積が、大きい在来型のトラス式であったのに対し、本型では、大み型輸送艦、05LST や裏が、片相解母艦、06MST と同様の、 平面構成で後方への傾斜がついた等型マストへ変更されている。また限定は管内に収容するタイプとなり、補給用ポストにも傾斜が付されている。煙突も混合型では四角を丸く成形したものであったのに対し、本型ではエッジの立った平面構成のものに変更された。手法の棒立てもステルス形状が採用されている。なお搭載艇としては、 混合型を含めた従来の護衛艦で用いられてきた7.9メートル内過程に変えてより大型の11メートル作業点が採用された。煙突量限の01甲板レベルに設けられたダビットに各1隻ずつ搭載している。また、後部01甲板作業には6.3メートル複合型作業点1隻も搭載されており、こちらは小型の折りたたみ式クレーンで 着水用修行を行うこととされている。機関部については、区画配置や主機関の機種、出力も含めて、混合型が踏襲されている。主機関は、ゼネラルエレクトリック LM2500、ガスタービンエンジン、石川島リマ重工業による、ライセス生産機、コガーグ方式で、主機関4機により推進機、ゴツバサのスキューツ機化片ピッチプロペラに軸を駆動する、方式である。 機関区画は、高端性に配慮して、シフト配置とされており、前方の第一機械室が、左限軸、補機室、第二発電機室を挟んで後方の第二機械室が、右限軸を駆動する方式とされた。またこれら機械室の前後に、それぞれ、第一点三発電機室が配されており、この五つの区画で、機関区画を構成している。主発電機は、搭載数は機と、 混合型と同数であるが、一機あたりの出力は、混合型では 2500kW であったのに対し、本型では 2800kW に強化されている。原動機はいずれもがスタービンである。蒸気の経緯より、本型の中核的な装備となるのが、イージス武器システム AWS である。バージョンは、混合型がベースライン四一から三番艦後、四番艦であったのに対して、 コッツか、分散システム化された最新のベースライン 7.1J に進化している。正式番号は MK7MOD6 内し MK7MOD19 であった。搭載しているすべての戦闘システムはイージス武器システム AWS の戦術情報処理装置である、指揮決定システム C&DMK3MOD2 及び武器管制システム WCSMK QMOD2 情報表示システム AZ MK7MOD2 に連接されている。また、後日の e ージ s BMD 5.0の導入に合わせて AWS もベースライン級にバージョンアップされる予定となっている。この改修により、対空戦 AW 機能とミサイル防衛、BMD 機能を両立したアインドインタグレ a テッドエアミサイルディフェンスが実現されるとともに、 共同抗戦能力、セックにも対応する。その中核となる多機能レーダーは、アン、スパイ -1D である。混合型に搭載されていたスパイ -1D の改良型で、天頂方向の捜索追尾能力が強化されている。ほか、スパイ -1D において、弱点とされていた、抵抗度小型高速目標の補足能力が改善されているとされる。また、 装備容量としては、固定式4面のパッシブフェーズドアレー、ペーサーアンテナを環境構造物重視法に固定配置する点では同様だが、ヘリコプター用の格納庫が設置されたことから、レーダー社会確保のため、後部のアンテナ2面については装備位置を1、看板レベル上げている。本級のミサイル装備の中心となるのが MK、MK-41MOD-20VLS である。 これは混合型で搭載された m o d 6とほぼ同様であるが m o d 6では前後それぞれ3セル分のスペースを再装填用クレーンに転用していたのに対し洋上での再装填作業は危険を伴い実際にはほとんど行われなかったことから本機では廃止されその分もミサイルセルによって充足されているまたヘリコプター格納庫などを新設した関係から監視側と 艦尾側の発射機の配置が逆転しており、全艦板に64セル、5艦板に32セルとなっている。搭載する艦対空ミサイルは、セミアクティブレーダーホーミング誘導を基本として、赤外線センサを付加した SM-2 ブロック5、米海軍故障 RIM-66M-5 が採用された。また週末誘導を行うためのイルミネーターとしては、アン。 SPG-62 を環境構造物上部に1機、後部に2機の計算機を搭載する。この装備容量は混合型と同様である。なお、アメリカ海軍のベースライン級搭載艦では、長射程の SM-6 の運用にも対応しているが、2018年2月現在、日本では同ミサイルの購入計画はなく、本型が にフック CA に対応するかは不明となってる。なお、戦闘指揮所の後方には、司令部作戦室、FIC が設置されている。これは、司令部用の CIC というべきもので、今後型では CIC に付属する、小部屋程度であったのに対して大幅に拡充れている。各種の作戦情報を集約するため、壁面には、大型ディスプレイが設置されている。 またディスプレイを埋め込んだ形のテーブルが中央に設けられており、指揮官席のほか、両側5名ずつの爆僚が向かい合わせに着席できるようになっている。混合型と違い、巡航当初からミサイル防衛での使用を考慮して建造されているが、巡航当初は弾道ミサイルの捜索、追尾のみ可能とされ、弾道弾迎撃ミサイルの発射能力は有しなかった。 その後23中規模で AWS のバージョンアップとともに E ージュス BMD5.0CU システムを導入して弾道弾迎撃ミサイル発射能力を付与することが決定した。平成24年度予算から複数年度にわたって BMD 艦化回収費が予算化されており、アタゴは2016年7月から、足柄は2017年7月から回収工事に入っている。 混合型においては、アン、s 9 9 8 9をモデルとして、1区 -100 に対戦情報処理装置を中核とした国産の対戦戦システムが搭載されていた。一方、アン、s 9 9 8 9は、15において、AWS ベースライン7と同様にコッツ化された分散システムに移行した。これは、米海軍の RA バーク級フライトイヤーで、 装備化されており、本型でも、アン、SQ9-8915J を導入した。これに伴い、艦装備のソナーも、アメリカ製のアン、SQS-53C に変更されており、混合型のオックス1 0 0によりもバウドームが小さくなった。なお、混合型では栄光ソナーが搭載されていたのに対し、アタゴでは省かれた。ただし装備スペースは残されており、 足柄では混合型と同じオークス -2 が搭載された。あたごも後日オークス -2 を搭載し、2017年に行われた改装で、オークラ -2 オン、SQR-20 またに換装している。対戦兵器は混合型と同構成であり、MK-41VLS から発射される、垂直発射式アスロック、ベラと共に、後部上構え付近の上弦には、 m k 4 6 m ッド5単魚雷用の68式三元相単魚雷発射管、水上発射管ホス -302 を装備している。対水上捜索用のレーダーとしては、混合型と同系列のアップス -28E を搭載する。これは遠距離での精密捜索能力に優れており、水上の目標のみならず、低空を飛行する巡航ミサイル。 C スキマーなどの探知にも使用される。ベースライン級への回収に伴い、アップス -28E は、アン、SP9-9B に装備乾燥されることになっており、2017年4月には、JMU マイズル事業所に入居中の、アタゴのアップス -28E が、アン、SP9-9B に装備転換されていくことが確認された。なお、 同レーダーが戦望強探知、識別能力を持つ最新型であるかどうかは、不明である。対水上打撃力として、混合型では、アメリカ製のハープーン艦隊艦ミサイルの4連装、発射塔が搭載されていたが、本型では、第二世代汎用護衛艦と、同じく、国産の90指揮艦対艦誘導弾、SSM-1BE に変更されている。 攻撃管制用の艦上装置としては、艦隊艦ミサイル艦上装置にまた、SSMS-2B-1 が搭載されている。手法は、混合型のオードメラーラ製54口径 127mm 単装速射砲、127mm コンパット砲に変えて、シールドのステルス化を図ったアメリカ海軍正式の 最新型である62口径 127mm 炭素砲、K45MOD45 インチ砲が搭載される。砲システムの形式名としては MK34MOD9 とされている。MK45 シリーズは RA バーク級でも搭載されているもので、当初より対空性能には重きが置かれていなかったことから、127mm コンパット砲に比べて、 発射速度や旋回、不行速度ともに低下でいる。しかしイージスシステムとの適合性が良く、混合型ではフを射撃式装置として FCS-2 を搭載したのに対し、本型ではその機能はイージスシステムに統合されている。また、光学法違反として MK46OS も装備されているが、これは AWS のアップデートに合わせて、 m k 2 0イースに換装される予定となっている。なお本型搭載の MK45MOD4 は従来の MK45 シリーズよりも方針を8口径分延長している。通常砲弾は従来の54口径砲と同規格であり、この場合は方向初速や射程、射高も従来通りとなるが、ロケット補助推進。 GPS 誘導を導入したエラーラップ弾が開発されており、こちらを使用すると最大 91km という長射程を発揮できるとされている。近接防空火機 CIWS としては高性能 20mm 機関砲を搭載する。本型ではフリアを用いた光学照準による耐水上射撃を可能にするなどの改良を加えたブロック1バイトが搭載されている。 RA バーク級は電子戦装置としてはフライトアイの時点では電子攻撃能力を持たないアン、SLQ-322 電波探知装置しか搭載していなかった。このためもあり混合型では電子攻撃能力を備えより成功なノルック -2 電波探知妨害装置を国産開発して搭載した。本型ではその紹介量型であるノルック -2B を 搭載している。これは、ノルックマイナス -2 と比べて一回り小型になっており、また、構成平面には、傾斜が付されている。また、チャフや IR で濃い、フレア、陶器型電波妨害機、EJ 弾を展開するため、他の護衛艦と同様に、MK36 スバック、チャフロケットシステムを装備しており、その MK、 137-6連装でい発射機は4機が搭載される。装備位置は全部 A1 甲板上である。上記の通り、混合型からの最大の変更点が、関西ヘリコプターの搭載に対応した点である。海時のミサイル護衛艦は、旗、風型で、ヘリコプター艦板の設置、混合型では、ヘリコプターデータリンクへの対応と、順次に、 航空運用能力を強化してきた。そして本型では、ミサイル護衛艦として、初めて SH-60J ないし SH-60 軽昇海ヘリコプター1機を、搭載可能な格納庫を設置するとともに、アン6戦術広報装置、他艦も装備した。なお、計画段階では、r ー,ーバーク級フライトイーヤと同様に2機分のハンガーを確保する。 予定だったが、詳細設計の段階で、整備区画や、タマコなどの関連区画を確保する代わりに一気に減らされたと割れている。ヘリコプター艦艦は、汎用護衛艦と同じく長さ25メートルを確保している。ただし、発着艦支援装置の機体移送機場は、設置されているものの、高速装置自体を含めて、航空動力室などの機器類は後日装備とされている。 また、航空要員も配員されていないため、必要に応じて、居住区の2段ベッドを3段に変更するなどして、対処する必要がある。立ち風型の後継感で、あたごは1番感、立ち風 46ddg と、足柄は2番感、朝風 48ddg と交代した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。